我はないな。怪我はないよ。さあということで、古竜の調査完了。次は陸珊瑚に誰が来たんだ。ゼロから探ることになる。新古竜。そうだな。古代竜人が現れることが多いってことだなと。おう、何か分かったら。本当に分かっているのか。あと少しですね。あと少しですね。無事で何より、陸珊瑚の古竜の正体が判明した。だ、誰なんだ。あ、新古竜。ネロ、あ、触手のやつだ。 PV で見た、あいつだ。調べれば調べるほど不気味な古竜なんだ。あれ、古竜ガノトトスじゃなかったのか。水がどうだろうつってたから。不気味に光っていた。光なんて見えなかった。非常に色鮮やか。体表は地味な色合い。クラゲかな。な、わけがわからないよ。陸珊瑚の大地の、高所に不気味な光が明滅するの。明滅なんて言葉使ったことねえぞ。行こう。クエストを受けろ。未知の古竜は、未知の古竜です。慎重に行きましょう。慎重に行きましょう。さあということで受けましょう。ネロミールという古竜です。文献には、まあ、こう名竜っていうのかな、なるほど、わからん。なんつを呼ぶのこれ。メイでいいの。ネロミュール。お、チケット使っちゃおう。さあ到着。痕跡への誘導を開始してください。行きましょう。たー、ドキドキ。タ。ムービー入ります。ふんどし。わー、やだ、来たよ。おー、やっぱクラゲか。すごい光ってやがる。きれい。ふしゅるるるるるる。ふしゅるるるるるる。何これ。水が、え、ま、幻か。鉄砲水がこんな高いところに。ありえんな。激流の主が現れた。なんかファミコン時代の演出かよ。あれ、歌は惑わせる。イニシヘの竜の、あらら、竜人族。お前が呼んだのか。イニシヘの竜の動きをたどればいずれは。相棒、無事ですか。よいしょ。
いた。そこだ。マジか、寝たけど。あ、寝るの。起きんの。頭に。よし、ほら、頭の位置。よし、行けよ。おお。今傷ついてるよ。傷ついてるよ。ほらもう。もうハンマーは勘弁してくれって。ゆるやられになりません。動きわかんないやつでハンマーで頭狙うのはきついね。張り付いた方がマシかもしれない。ブドウ切れちゃった。ほっ、ナイス天使。動きが全くわからないので無理やり横投げ払いが超多いな。もう一回いけるだろ。横投げ払いがえらい多い。神谷これ複合属性。今地形向こうしてくれてるよ。やっぱクラゲかな。羽がクラゲっぽいんだよな。なんか落とし物ある。よいしょ。石ころ、石ころ、石ころじゃない。石ころなかったっけ。怒ってないなら壁ドンするように石ころが欲しいんだが、ないな。スリンガーの、あの石ころが大丈夫。なんか足元がどんどん水になって。危険だ。流されると身動きが取れない。環境適応が欲しい。適当に傷つけながら行こう。傷だらけにしてやった。傷物にしてやった。この星にはあんまり当たりはんない。痛い。熱湯って感じ。まあ、硬っ。うお、まあ水やられにならないのは。音、歌、石ころ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 、あれ今石ころって出てくる。これか。水の量、水が一瞬で蒸発した。なるほど、わからん。
前回り受け身したから大丈夫。やっぱりハンマーは坂道だぜ。まだ怒ってないな。頭に行きたい。あんま吠えんなこいつ。でも一回乗る。ハンマーの動き方はしてはない。追ってきた。わけわからん。死ぬ死ぬ死ぬ。気にすんな。飲め。これした後飛び降りて蒸発しない。よし、あ、バテてる。水吐きすぎた。場所が悪い。足だから。よし、駆動が。もう一回。怒ったー。じゃあ攻撃しとこう。こっからどけよこいつさ。やった乗った乗った。何もしかがみわからない。何もわかんない。あ、移動してくれた。これで少し見やすい。頭傷ついてんな。連続スタンプ行きたいけどな。頭に入んなかった。ま、タテさん。ナイスバグンゴンゴン。わけのわからない組み方したな。なんか変だと思ったらロックオンしてなかった。よしよし。なんでかね、非常に横振りが多い。下にゲロを吐いたらその後飛び上がってボン。そして怒りが収まった。変身が残ってるうちに。そっちじゃない。変身つきたね。首に全部吸われてるなこれ。一回離れて準備を。あー、こいつは後ろ回り込みか。水を横に撒き散らすからね。頭じゃなくて足元にいる方がいい気がする。ていうかあそこで戦っちゃダメだわ。脱いどこ。なんか雷っぽいの。
敵からの反撃。空中で打ち返される。落とし物2個ある。落とし物欲しい。大きめ特上感はあまりにも薙払いブレスが多すぎて、よし傷ついてなかったな。これ次優先した方が良かった。よし、当たり判定ふわふわしやがって、わけわかんねえよ。乗った変乗ってる。もうわけわかんねえ。頭に切り付けるか。そう、よし、よし、 V 破壊手の頭1回目破壊。で、どこへ行く？なんか来た別の。お前はいつも焦らせてくれるな。はあ、見てこのジャンプ力ですかね。あ、よし、頭気づいてる。煙、これ奉仕。今落とし物なかったっすか。ここだ。ほっほっ、なんか知らんけどすっげえ食らった。よし、転身不動。転身先に来た方がいいな。不動より転身の方がね、短いんだよ、クールタイムが。やはり最強は不動だね。石ころ欲しい。これか。天心怒りも収まってるみたいだしね。これ壁ドンチャンス。いるー。相変わらずふわふわしてますね。落ちてるかな。よ
ここに行け。もう一回。はい。水まだあるな。いつも通り首振りに誘われて顔が叩けなくなる。やハンマーではよくある。こういう時にどうなる。怒った状態。では変身動画なんかね、とにかく視界を持ってかれるという。寝た爆弾使っちゃったわ。まあいいや。準備。そう、一回は眠らせてくれるようになって。ちっちゃ。オータル爆弾と G の差が。いける。ほら、今度こそ最終スタンプまで。いける。よし。うわー、爪に吸われた。脱いでる時間があったら黒つけんかい。爆弾補充。まあ次は寝ないだろうけど。一息ついて体力回復にゃ。いるいる。この当たり判定よ。石ころ。不動も天心もまだ。じゃあ、ノリだ狙うわ。おら！狙うのは。アスカブンガーアタックからの乗り込み。バスオンコングニャー。
翼壊れたか V 破壊切れる。水が不動が切れるようになっているじゃあ天津だ天津飯ライフダメここだ頭に傷がついてないなんで頭叩いてたのにこんなとこにずれてんだろうね本当精神じゃ方向は止められない飛ぶだろバスタムカタック強すぎだよねナイス選手もう一回受けれる全身が来た こっちのハッカー狙ってくれるとすげえこれは食らう何だか行った行ったら耐えれるだろうマンドラゴラ最高そして不動が復活知ったものか不動にのみ許された戦法これ以上はいけないマントラゴラ最高不動最強おまた V 破壊知ったことかまた壊れたぞあいつの体はボロボロだ強すぎるこいつ乗った時のカメラがちょっとヤバすぎるな今回は頭に傷つけよう落とされたぞえなんでダメなぞなんかよくわかんないことするあ死にそうになったああ今こうパクパク回復量ごくごく回復量回復薬ごくごくなんか知らねえけどピンがついてるよね一番上かなうん石ころはいらないねスリンがあるねただ不動がないからな爆弾と同時に殴り出せないお
どこまで。そこじゃない。俺が狙ってたの。ここから向こうにね、直接。こういう時は、こう一方通行か。オータル爆弾は G を用意しました。はい、ここで用意したのはオータル爆弾の G です。ね、寝起きドッキリ仕掛けます。今回はなんと一つではなくもう一つ。すぐに50問いただきましたら、なんとお値段同じでもう一つ。用意させていただきます。スピンガー、スピンガー、うんこ。転身もあれもなし。これはもうあれかな。ダメなやつやな。まあ知ってた。ああ、嘘だろ。超アスカブンガだ。ちょっと頭に行くのはリスクが。そこだ。最近ね、眠るところ来て最後無茶して死ぬ傾向があるから、ね、安全に行くか。横を向け。こっちじゃない、もう一回。はい、そこレッツゴー。突っ走れ、ドーン。くっついてる、くっついてるな。くっそ。3当たらんかったら意味ないでしょ。だから繰り上げんじゃねえよ。どうにかならんのすかね、ハンマーさん。助かりますな。あ、金に行っちゃった。地面爆発はダメだ。多すぎて動けません。巻き込まれる、巻き込まれる。で、スリンガーでゼロまで近づいちゃった方がマシ。どう、地形ダメージじゃなくて地形効果、向こうが不動でも地形はダメなのか。吸い込まれる。不動ついてるうちに頭に傷をつける。移動をつけててもダメなほどの火力。くっそ、どっちでね。そんな怒んない。 DC でも確保して
石どこ？これか。何これ？ダイビングはやめて。ダイビングがしたいわけじゃない。これこれこれがしたいよ。よし。さすがですよ。国でも貴重な調査記録になりますね。ネロミューロ、メエロ、メエロ、ネロミエル、ネロメール。うん。そのうち名前覚えるでしょ。爪と皮と、言わないです。爪ばっかりじゃねえか。爪切りしてんのか。不動残ってるじゃねえか。ああ、水いつまで経ってもなくなんねえし。この風出る条件って何だったっけ？間欠泉みたいに出たよね、これ。飛び上がれ。あ、よし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 。すごい。天輪的なものはないのか。爪、尻尾、骨、爪、尻尾、皮、爪。これさ、鱗はないのか。ヒゲ、翼。まあまあまあ、天輪的なもの以外は一通り出た感じかな。模様替えに使用できる家具が追加されました。お、聞いてくれ、聞いてくれ、ね、では私から。歌が聞こえた場所を調査したところ、とある法則を発見した。これらが歌の聞こえた場所。いや、だいたい聞こえすぎてね。時間順に示してみよう。バラバラですね。うん、バラバラだと僕も思うよ。次に螺旋の形。これって地脈の流れ？地脈の流れ。あの、同じ印で書いたらわけわかんねえじゃん。印変えようや。なるほど。歌はバツ、地殻変動は丸みたいにさ、印変えようや。移動して。よし、ここでもう一つダメ押しだ。ご機団、古流の調査結果を示してみろ。はい、古竜たちが活発だから、だからさ、全部罰はやめろって。すごい。なんか円を描きながら真ん中に入っているとことか。調べたところ、地脈の螺旋が描く延長線上、ここよりはるか遠方に島があることが分かった。古竜が騒ぎ出した時期から考え、そこに大いなる存在がいると考えて。中じゃなくて外なんだね。さて、その島に何が待ち構えているかはわからない。現場での的確な判断と即応性も求められる。どうすべきか、みんなの意見を聞こう。聞いてもしょうがねえだろ、農研しかいねえのに。聞くまでもないだろ。少数精鋭。一人、少数精鋭、ね、一人でしょ、知ってるわ。依存なし。じいちゃんの考えに俺も賛成だ。それしかない。よし、ではご機団に島へと向かってもらう。新しい島かよ。希望の星である彼らにしかなせない。先輩、指揮をお願いします。私たちが無事その島から戻れるように。今も続く生態系への影響はいずれ取り返しのつかない結果につながるかもしれない。そうなる前に真実を確かめよう。我々はご機団を全力でサポートする。出発準備を急げ。了解です。全てをあんたたちに託すわ。しっかり見てきて、私の代わりに。ズボン履け。ご機団の調査班は準備ができたら俺のところに来てくれ。よし、
それじゃあみんな無事戻ってこよう。気球船に乗りましょう。おお、気球で行くのか。存在の元へ。さあとりあえず先に装備チェックはしとこうかね。来た、テンタクル、イカ塗りたくる、テンタクルー。体術、渾身、整備、整備、異整備って言っちゃった。新属性加速、モンスターに攻撃を当てると属性解放のレベル2が発動する、レベル3が発動する。ん？スタミナ急速回復に属性やられ耐性、属性やられ耐性はまあいいね。属性解放が発動する、これ無撃どうなるのかな、落ちんのかな。で整備、結構整備はね3あるとびっくりするぐらい、ね 30% 短縮か、120秒だったら、まあ、そこから36秒減ったら結構なもんだよね。で、体勢から見ると弱点は火と竜、まあ当然水属性、あとやっぱ雷ビリビリあったから雷耐性もあるね。ツルツルしてる、ツル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 、ニュルニュルしてる。なんでこのサラサラヘア。なんかこっちは潜水艦みたいな、潜水艦っていうか、うん、水の中このまま歩けそうだ。はい、サラサラヘア。うねうねしてる。スプラトゥーンのね、帽子屋にこんな子いなかったっけ。イソギンチャクの子。一応ここからが古竜なのか。